ファインプレーをご覧の皆様、プロサーファーの前家直文です。ホームポイントは、神奈川県の湘南公沼です。着てるウェットは昆布ウェットスーツ。今回大会2連戦使った板は、ティースティックスサーフショップの、ロケンデザインサーフボードです。前半戦と後半戦特に変えた部分っていうのはあんまりなくて、もう普段通りにやっていこうと思ってて、それをずっとやってたんですけど、その後半戦始まる前の最終戦新島があったんですけど、その時にたまたま自分の親父もプロサーファーで、その親父と一緒に新島をトリップしたっていうのが本当になんか自分の中で大きかったのかなと思います。そうですね、やっぱ何事もやるだけ自分次第、全部自分次第なんで、全てやるだけだなと思ったんで、ぶっちゃけって言うと、もう今年本当折れてて、公沼の後輩とかにも言ってたんですけど、もう今年で俺は引退するからみたいな感じで言ってたんですけど、それが逆に良かったみたいで、なんか引退しなくてよくなりそうです、はい、自分は海に入る前と上がった後にその海への感謝っていうのを、まあ、要は海に入る前にやってることです。3歳ぐらいから、中学校1年生の頭ぐらいまで子役の活動をしてまして、で、まあ、ずっとその間もサッカーとかもやってたんですけど、中学校1年生の初めに あるドラマの撮影が入ってしまって、中学校1年生 の頭1ヶ月ぐらい行けなかったんですよ。いや本当はサッカー部に入ろうと思ってたんですけど、その1ヶ月後サッカー部に初めて行った時に、もうやっぱりその1ヶ月でやっぱ周りのみんなから置いてかれちゃってる部分とかがいっぱいあって、なんかもうサッカーを楽しめる状況じゃなかったところに、まあ、これも本当偶然なんですけど、たまたま母親が1回入院してしまって、でその時に親父が日曜日のどっちかにサーフィン連れてってくれて、でそこからどっぷりとハマっていきました。そうですね、もうサーフィンで学んだことは本当にいっぱいあって、人生そのものを学んだかなと思います。まあ、第一に尊敬するのはやっぱり親父を尊敬してます。自分はやっぱこう同じスポーツで天下取った人なので、親父はもちろん尊敬して第一にしてます。好きなサーファーとかはやっぱり最近のサーファーっていうよりも、自分はタジバローだったりとか、ビッグファニング、ジョエル・パーキンソン、もちろんケリー・スレーターもそうだし、その辺の世代の人たちが好きですね。まずは恥ずかしがらずに、年齢とか本当関係ないと思うんで、自分がやりたいところの近くの海のサーフショップにでスクールを受けてみるなり、そういうことをまずやってみるのがいいのかなと思います。本当この2連勝するまでは、本当夢みたいな話だったんですけど、まあ、一応グランドチャンピオン、自分の親父もグランドチャンピオンを取ってるので、選手生活なんかやっぱりもう自分も30過ぎて長くないと思うんで、その短いその期間の中で取れるように頑張りたいと思います。あとは稲村クラシック、これもやっぱり初代チャンピオンがうちの親父なので、2つのタイトルは必ず取りたいと思っています。皆様、本当にいつも応援ありがとうございます。皆様の応援がなかったら、今の自分は本当にないと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。ファインプレー。